今日は上弦の月です。これが今月の27日ぐらいにこれが満月になって、来月だと26日が満月なんですが、来月の満月の時にはちょっと皆既月食という珍しい現象が起こります。そろそろカウントダウンを始めます。月食のカウントダウンを今日から始めます。それで撮影に来ました。東京スカイツリーが見えるところに撮影に来ています。これですね。東京スカイツリーです。上弦の月はほぼ頭の真上に上がっています。いくつか星も見えてるんですが、都会だと周りが明るすぎて、惑星のだいたい仲間の場合が見える星の場合は多いです。例えばちょっと頭の真上の方に戻していきますね。徐々に戻していきます。今拡大してます。ほぼ頭の真上に来てます。今時間にして夜の8時ぐらいですか。これは時間とともに、西の方角に沈んでいきます。